ごめんなさい、なければもう一つ特別な話で、まあ、今日方針が出たばかりですので、なかなかどこまで言及いただくというかというのは難しい部分もあると思いつつ、順次、所長にお伺いしますが、ハンセン病の家族訴訟の関係で、まあ、今朝、安倍総理の方から、熊本地裁の判決について、政府としては申請しないという意思表明がありました。この件についての受け止めを教えてください。はい、これもちょっと私もまだよく今ずっと会議に入ってたんでですね、その間に出てきた話なのでよく把握をしてないんですけれども、まあ、今回のこの熊本地裁の判決について控訴断念するということですかね。やはりこの一部まあ、総理が一部受け入れがたい点があるというふうにおっしゃってますが、まあ、そういう中でもやはりこの非常に厳しいご経験をされたですね患者さんであるとか、あるいはご家族の思いを踏まえて全体としての判断ということだと思うので、それは有権の判断だというふうに思いますし、この何て言うんでしょうかね、この患者さん、あるいはご家族の、この救済を、まあ、そういった面を、第一に考えるという点でですね、素晴らしい判断だと思います。その後に厚生労働大臣の会見があって、まあ、その判決を受けた後の、まあ、国の対応についてですね、これから考えていくという趣旨を発言になったようですけれども、まあ、具体策はこれからだというのが議員長なので、県として国の方向性が示された段階等でですね、なんか対応するべきものが出てくれば、それはきちんと対応していく、検討していくということになるんでしょうか。いや、これを、まあ、本件をめぐってどういうことが、起こるのかというのはちょっと現時点で全くわからないので、まあ、何とも言えませんけれども、まあ、いずれにしてもその国の対応を踏まえて、適切に対応していくということかと思います。ありがとうございます。他に質問があるでしょうか。お願いします。すみません、私の方からお願いします。ちょっと先週になるんですけども、広島空港の募集要項が、1ヶ月遅れで発表されました。で今代表とか地元事業者が準備を進めていると思うんですけども、その、公募の要件にその県の意向っていうのは、まあ、どの程度反映されたところになっていらっしゃるか、またこれもちょっと再三お伺いしてるんですけれども、どういったその提案が今後、事業者から出てくることを期待されているかお伺いします。はい、まあ、今回配点も含めて発表されているわけですけれども、そういったことを見るとですね、この空港の利便性向上を図るということを重視するといった点であるとか、あるいは周辺施設を含むこの、運用方針を提案をして、もらうとか、あるいは運営経営大会の比重をですね、まあ、過度に高くしないといったようなことであるとかですね、県の、要望に沿ったものであるのかなというふうに、理解をしております。で、まあ、どんなところがというか、どんな提案かということについて言えば、まあ、これももう少し繰り返しになるかもしれませんけれども、まずはやはりこの根本であります、この民間の創意工夫がしっかりと生きるような形で、同時に地域の声が反映されていくということがまず重要だと思っております。で、そういったことをベースに空港利用者の利便性を向上させると、で、利用が拡大していくといったようなご提案ですね、これを期待をしているというところであります。
他の空港の事例を見ますと、1次審査で3つまで出る可能性が高いと思うんですけれども、1次審査の前の、その応募の段階で、北海道ですと、まあ、3つ、4つ、熊本とかでも4つぐらい、陣営が出てると思うんですけれども、広島空港に関しては、今取材していると、まあ、およそ2つぐらいの陣営が、まあ、動きを進めているかなといった形なんですけれども、その他の空港と比べた時の、まあ、この時点での盛り上がりに関しては、まあ、ややちょっと、ご事例と比べて、やや盛り上がりに欠けているところがあるのかなというふうに思うんですけれども、じゃあその辺をどのようにご覧になりますか。いや、それは必ずしもそういうふうには受け止めてなくてですね、むしろ、まあ、それこそこれまでの、コンセッションの、まあ、経験というか踏まえてですね、非常に熱心に、こう取り組んで、いらっしゃるというグループがですね、というふうに、理解をしています。他に質問がある者はお願いします。よろしいでしょうか。それではこれで一時定例会見を終わります。次回の定例会見は7月16日火曜日の13時半からを予定しております。ありがとうございました。はい。